高校生の俺、田中優斗は冴えない陰キャ高校生だ。しかしそんな俺でもたった一つだけ誇れることがある。それは料理である。俺の親は有名な料理人であり、幼い頃から料理修行をしてきたのだ。昼休み、そんな俺のお弁当のお裾分けを求めてクラスメートが押し寄せる。優斗頼む、今日こそ卵焼きを恵んでくれ。いやいや、俺に1000円出すからさ。私は唐揚げが欲しいかも、一口でいいから。うめえ、ほっぺ溶けるんだが。これお弁当のレベルじゃないよ。1000円じゃ安いのでは？1万円払った方が。やばいわ、これもう一個だけ。俺は毎朝お弁当を自作しており、その味はクラスメートたちに絶賛されるほどだった。みんなに喜んでもらえて何よりだよ。でも少しは俺の分を残しておいてほしかった。また次の昼休み、俺は弁当を持って人気のない中庭へ向かっていた。みんなには申し訳ないけど、たまにはゆっくり食べたいしな。するとそこには先客がいた。あれは確か夏川さん。彼女の名前は夏川美咲。隣のクラスの陽キャギャルだ。容姿に優れ、誰にでも優しく接する彼女はクラスでも人気者だと聞くが、どうして一人でお昼ご飯を？で、昼それだけ？いや、びっくりした。見たよね。めっちゃもやしだった。そう、もやしのもやしがけ弁当、これ意外と美味しいんだよ。もやしがけ、つまりもやしだな。でもいっぱい噛めば満足感もあるし。いやこれは違くて、雷が鳴ったんだよ。めっちゃ快晴だけど。ダイエットとかかな、女の子は大変だね。あはは、ダイエットだったらよかったんだけど、うちちょっと貧乏でさ、節約しなきゃいけなくて、そういうの知られたくなかったからここでお昼ご飯も食べてたりして。で、空気重くなっちゃった。いきなり初対面で何言ってるんだろうね。ごめん、気にしないで。よかったら俺のお弁当を少しもらってくれないか？え、いいよ、本当気にしないで。俺こう見えて料理人の修行しててさ、クラスでも美味しいって評判なんだ。癖で多めに作っちゃったけど、今日は俺一人だから食べてくれると嬉しいなって。ってことはお弁当も自分で作ってるの？すごい。何これ、すっごく美味しそう。でもいきなりこんなの申し訳ないし。なんでさ、俺が食べてほしいって頼んでるのに。わかった、じゃあ一つだけ。もうおいしい。何これ激ヤバじゃん。本当にお弁当？ありえん、うまい。こんな美味しいもの食べたの初めてなんだけど。大げさだね、でもありがとう。いや、大げさとかじゃないから、控えめに言ってこれだから。本当にありがとう、すっごく優しくて胸がポカポカする味だった。おう。あの後、結局夏川さんは俺のお弁当をほとんど一人で食べてしまった。幸せそうにお弁当を頬張る彼女の姿が頭から離れない。いい食べっぷりだったな。また作ったら食べてくれるかな。それから俺は夏川さんの分のお弁当を作り、昼休みになると中庭へ向かうようになった。あー、今日もいいの？本当に？私幸せすぎてどうにかなっちゃうかも。夏川さんは相変わらず大げさだな。だから大げさなんかじゃないんだって。私の感動の1割も伝えられてないもん。ガチで今生きててよかったって思ってる。こちらこそ、そこまで喜んでくれたら作った甲斐があるよ。ねえ田中くん、毎日お弁当をもらってる身でズーズーしいのは承知の上なんだけどさ、どうしても聞いてほしいお願いがあるの。お願い？実は私、弟と妹がいてさ、その子たちにも田中くんの料理を食べさせてあげたいの。どうかな？それくらいお安い御用だよ。本当にいいの？やったー！弟たちも絶対に喜ぶよ。夏川さんは弟さんたちと仲がいいんだね。二人ともいい子でさ、いつも我慢ばかりさせちゃってるから、たまには美味しいものたくさん食べてほしいんだ。だから本当ありがとう、田中くん。そっか、そしたら弟くんたちに喜んでもらえるように腕によりをかけて作らないとだな。
ねえねえ田中くん、代わりに私も田中くんのお願い何でも一つ聞いてあげる。何でも。いつもお弁当もらってて今回も無理なお願い聞いてもらったからさ、私にできる範囲でだけど恩返しできたらなって。あ、別に今すぐじゃなくていいからね。何か思いついたら私に言って。有効期限は特にないので。おう、わかった。どうしたの、そんなに顔赤くして。あー、もしかしてそういうこと考えてる。まあ、どうしてもって言うなら検討しなくもな。くにょくにょ、考えてないよ。っていうか検討はしてくれるんだ。そして後日、俺は夏川さんの家に招かれた。お邪魔します。ちょっと散らかってるけどくつろいでてね。弟たちももう帰ってきてるね。ただいま。姉ちゃんおかえり。で、彼氏連れてきてる。え、嘘、本当に彼氏さんいるじゃん。ついにこのガサツな姉をもらってくれる人が。お姉ちゃん可愛いしモテそうなのに男気全くなかったもんね。違うよ、もう田中くんはそういうんじゃないから。田中くんに失礼だから。怪しいな、姉ちゃんが男の人を家に連れてくるの初めてだし。田中くんはシェフとして我が家に呼んだの。彼の料理ほんとありえないくらい美味しいんだから。シェフ？これは実際に食べてもらうのが早いだろうと早速料理を始めることにした。いぶかしむ弟くんたちの顔が幸せに歪む瞬間が楽しみで仕方ないぜ。よし、召し上がれ。うわ、なにこれ、俺こんなうまいもん初めて食った。兄ちゃんすげえ。本当にすごく美味しい。同じ材料でこんなに違うの。相変わらず美味しい。幸せ。っていうか本当にお姉ちゃんの彼氏じゃないの。だったら私が付き合っちゃおうかな。そしたら毎日このご飯食べれるもん。ダメだよ。そりゃ毎日食べられたら嬉しいけど、ちょっといろいろ困るというか、なんというか。お姉ちゃんは本当に可愛いな。お兄さん、これからもお姉ちゃんのことお願いしますね。おう。夏川家での夕食を終え、途中まで送ってくれるという夏川さんと共に帰路へ着く。今日は本当にありがとう。2人ともめっちゃ喜んでた。もちろん私も嬉しかったよ。そりゃよかった。料理人見習いとして誇らしいよ。そうだ、この前言ってたお願い思いついた。もう少し待ってもらってもいいかな。うん、期限はなしって言ったもん。田中くんにはすっごくお世話になってるし、そういうの抜きにしても何でもしてあげたいって思うんだ。だから私にしてほしいことがあったら本当に何でも言ってね。後日、俺は学校で意外な人物に声をかけられた。田中優斗くん、ちょっといいかしら。彼女、黒崎真由美は学校内でも有名な社長令嬢だ。本来俺なんかと接点があるような人ではないのだが。あなた、私だけの専属料理人になりなさい。お金ならいくらでも出すわ。へ？でもその代わり、夏川美咲とは金輪際関わりを持たないでちょうだい。じゃあ早速今晩から私のために料理を作ってもらいましょうか。待って、なんで俺が了承した体で話が進んでるの？断るなんて選択肢があなたにあるのかしら？逆に断らない選択肢がないだろう。っていうか、どうしてここで夏川さんが出てくるんだ？それは…どうやら黒崎さんは夏川さんに恨みを抱いているらしい。好きになった男子全員に夏川さんが好きだからと振られたのだとか。しかも美咲のやつはその男子たちの告白を全部断ってるらしいの。ほんと何様のつもりなんでしょうね、貧乏人のくせに。それでどうかしら。お金は本当にいいねで払うけれど。そういえば庶民なんてイチコロでしょ。さあ、よだれを垂らして食いついてきなさい。断るに決まってるだろう。え？俺が欲しいのはお金じゃない。夏川さんが俺の料理を食べて喜ぶ顔が見たいだけだ。それに逆恨みで他人を陥れようとするやつの専属料理人になんてなったら、親父の顔に泥を塗っちまうだろうが。何よそれ。私が下手に出てればいい気になって。もういい、後から後悔しても遅いんだからね。田中くん、その夏川さん、今の聞いてた？うん、たまたま通りかかって
ありがとう。すごく嬉しかった。照れくさくもあったけどね。なんか私、田中くんに助けてもらってばっかりだ。そんなことないよ。俺の方こそ夏川さんの笑顔にいつも救われてるんだ。田中くん、あのさ、この前言ってたお願い、今決まったよ。これからもずっと夏川さんのためにご飯を作らせてほしい。はい、そんなの私からお願いしたいくらいだよ。それがお願いでいいの？っていうか、そのそれってそういう意味だったりする？そういう意味もあるよ。俺はいつも美味しそうにご飯を食べてくれる夏川さんが好きだ。へいへい、その私も好きで、田中くんが思ってる100倍、うん、1億万倍は好きだから、これからもよろしくね、ゆうとくん。それから俺と美咲は嘘のように幸せな毎日を過ごしていた。最近は私もゆうとくんのために作ってあげたいという美咲に料理を教えていたりもする。美咲の弟と妹は俺のことをお兄さんと呼んで慕ってくれる。そして俺は今日も美咲のことを思って料理を作るのだった。